ニコラス・ウィントン・サー・ニコラス・ジョージ・ウィントンは、イギリスの人道活動家で、大英帝国勲章の叙勲者。第二次世界大戦が始まる直前、ナチス・ドイツによるユダヤ人強制収容所に送られようとしていた、チェコのユダヤ人の子供たちおよそ669人を救出し、イギリスに避難させるという活動、別名チェコ・キンバートランスポートという活動を組織した、イギリス人。 当時の新聞記事に、ウィントンがイギリスに送られる孤児を胸に抱いた写真が、勇敢なる笛吹き男の名で掲載されたことがあるが、近年では、イギリスのシンドラーとも言われる。ロンドンに住むドイツ系ユダヤ人の両親のもとに生まれる。両親ともキリスト教で受洗、非宗教的な家庭に育つ。彼は、株式な課人の仕事をしていて、労働党左派の活動家と信仰があり、早くから、 ヒトラーの政策の行く末に疑問を抱いていた。1938年のクリスマス休暇にウィントンはスイスへスキーに行く予定をしていたが、イギリスのチェコ難民委員会の女性からドイツのチェコ侵攻の予想とそれに対する難民の救出活動で人手が足らないという連絡を受けた。スイス行きを取りやめてプラハに向かった彼は成人の救出で 手一杯で子供の救出に手が回っていないことを知るや、イギリスにとって返し、内務省の許可を得て、イギリスで子供たちの里親や身元引き受け人を探し、子供たちをイギリスに避難させる一大キャンペーン活動を開始した。イギリス政府が行ったドイツからのキンダートランスポートと比べて、このチェコからのものは組織的な資金が得られず、そのため公的な機関であるかのような団体名を、 名乗ったり、危ないこともして、時には子供の出生日時を偽装するようなこともして、子供たちの救出のために奔走した。1939年3月14日から8月2日までの間に669名の子供たちをチェッコから脱出させることに成功し、9月3日にも最大規模となる250名の子供たちの脱出が予定されていた。しかし9月1日に、 第二次世界大戦が勃発したため、この子供たちは出国できず、これ以降チェコからの子供の脱出は不可能となる。このことはウィントンを失望させ、長きにわたる沈黙の原因となった。ウィントンのリストに記載された脱出予定の子供たちはおよそ6000名。脱出が不可能となり、チェコに残留したユダヤ人児童は、この後大人と共にテレジエンシュタットに収容される。 テレジンは絶滅収容所ではなかったが、劣悪な環境の下で子供たちは衰弱し、労働に従事できなくなった者は次々にアウシュビッツへと移送された。テレジンに収容されたユダヤ人児童は1万5000人。最終的にはすべての児童がアウシュビッツへ移送され、その大半は即日ガス室送りとなった。収容を経て生還した。 チェコのユダヤ人児童はわずか100名に過ぎない。開戦後は、ウィントンは赤十字に参加し、フランス国内で難民支援の仕事に携わり、キンダートランスポートとの関わりはなくなった。ウィントンの家族の出自はユダヤ系で、従ってウィントンはイスラエルのヤドバシェムの諸国民の中の正義の人になお、挙げられることはない。ユダヤ人にとって彼は同胞であって、違法人ではないからである。 しかし、それが彼にとって残念なこととはならなかった。自分のやってきたことを格別評価されるべきことであると捉えていなかったためである。彼は、二度目の妻グレタが1988年、屋根裏部屋で詳細な書類を収めたスクラップブックを発見するに至るまで、その人道的な業績の数々を証明する子供たちの写真に、 名前や情報を書き付けた資料をトランクに入れっぱなしにしていたのである。ウィントンはこれを昔の過ぎたことだからと処分を考えたが、夫人が子供たちの里親の住所まで記されたその資料を子供たちの命にも等しいものだからと押しとどめ、それがイギリスの大衆紙サンデーミラー社主夫人の手に渡り、同夫人がチェコ系のユダヤ人でホロコーストの研究者でもあったことから、 当時の子供たちとの再会へとつながることになった。ウィントンは1998年にチェコ大統領からトマーシュ・マサリク勲章を授与される。サー・ニコラスは2002年12月31日に発表された新年の叙勲リストでナイトに上された。1999年、ロンドンでキンダートランスポートの子供たちは救出60周年の第2回の再会のつどいを 持った。ウィントンはこの回でスピーチを行った。ウィントンの業績は、スロバキアの映画監督、マテー・ミナーチによって、3本の作品に映画化された。ドラマ、みんな私の愛する子供がその一つで、この中では、ニコラス・ウィントンを、ルパート・グレーブスが演じている。もう一つはドキュメンタリーで、愛の力ニコラス・ウィントンで、これは国際エミー賞を受賞した。さらなる一本は、 ドキュドラマ、ニコラス・ウィントンと669人の子供たちである。小惑星19384ウィントンは、チェコの天文学者ヤナ・ティチャト・ミロス・ティチーによって、彼の栄誉を称いて命名された。ウィントンは、チェコ政府により2008年のノーベル平和賞の候補として推薦を受けている。サー・ウィントンは、イギリスのエリザベス女王が、二千八年十月二十三日、 水曜日から中央ヨーロッパを4日間にわたり、歴訪された期間の中で、スロベニア、スロバキアを公式訪問されるにあたり、随行した。ありがとうございます。